はい、というわけで本日は去年この野球業界に新しく出てきたメーカーということで、過去に自分も紹介してますあのメーカーがですね、なんとエルボ、フット、テコーガード、この3つを販売開始したということで、今日はそちらを実際にご紹介して使ってみた感想等々をお伝えできたらなと思います。そのメーカーがインスタとか YouTube を見てる人はご存知かと思うんですけど、ボルタさん、動画ではこちらですね、直近だと低価格の革手袋っていうので、まあ、学生対応と一般カラーを販売されているバッティング手袋を中心とした販売を行うメーカーだったんですけど、こちらの投稿ですかね、3月31日とかそんぐらいですかねに販売開始しておりまして、エルボー、フット、テコーガード、はい、この3つが販売開始されております。販売サイトを見るとですね、こんな感じで打者エルボー、この黄色いやつですね、打者エルボー、テコーガード、フットがありまして、自分も今回実際に使って2週間ぐらい経ってますので、その辺をですね紹介できたらなと思います。じゃあまず価格からいきますか。価格がエルボーガード税込み4280円、相場的には安い方ですね、結構安い方だと思います。でフット4980円、これに関してはめちゃくちゃ安いと思います。自分フットあんま使わないんですけど、4000円台ってのはなかなかないかなっていう感じで、テコーガード2キュッパ、まあ、これは相場くらいかなっていう、まあ、自分の率直な感想ですね。じゃあちょっと1個ずつ紹介していきます。1個目、一番使っておりますエルボガード、こちらです。これがまあライム系なんですけど、ベルト1つです。でこれに関してはロゴがですね、ここに入ってます、ボルタの。自分がつけるとこんな感じですね、はい、こういう感じで、サイズ的には大きくもなく小さくもないんですけど、これあの物としては硬さはあるんですよ。あとめっちゃ軽いです、めっちゃ軽量ってのあるんですけど、これロゴをここに入れたいなっていうのはありました、まず1つ目と。これもう一個ちょっと気になったのは、これ自分ですね、別にそこまで腕がめっちゃ細いわけじゃないんですよ、超ガリガリではないと思うんですよ、その平均的に見たら。けどここでつけるとしますね、ここでこのマジックが当たるいっぱいで、それだとあの結構このぐらい動くんですよ。なので自分よりも腕が細い人というかだと、ちょっとこの振った時にブレるかなっていう思います。自分結構これで振ると動く時があるので、これマックスで締めたとしても、まあ、これ1枚2枚かアンダーとシャツかぶってますけど、それでもこのフルスイングした時ガンっていった時にやっぱりちょっとこう動きがあるんですよね。なのでもう少しきつめでもいいかなっていう、はい、大人用で販売してるならと思いました。ただ軽くて装着も楽なので、まあ、その辺がいい点かなっていう感じです。ありがとうございます。そうっすね、甲羅のタイプ、水野で前ちょっとだけ紹介しましたけど、あれよりはちょっとくるんですけど、この硬さはしっかりあるんで、うわっと来ないですね、あの衝撃自体がめっちゃ硬いとは言えないですね。次、テコーガード、これはですね何試合か使ったんですけど、ここにロゴがあるんですよね。これは非常にいいですね、このボルタさんの良さが、メーカーのロゴが出てるんで、これはまあ2個入ってるんですけど、めちゃくちゃいいかなと思います。でつけると、同じくマジック指穴があって、ここに入れて閉じる、はい、するとこんな感じです。まあ、大谷選手とか今右手首の、まあ、投げる方の手なんでここにつけてますけど、これは結構良かったですね、高評価。というのも逆に今度これがこうきつすぎたらマグダビットみたいな感じで動かなくなるんで、これ普通に止めるとちょうど良いこの可動域というかがあるんですよ。なのでスイングにも邪魔にならないですし、まあ、装着も指入れて回すっていう、まあ、他のメーカーと一緒なので、もうこれは非常に良かったかなっていう感じです。まあ、テコーガード自体あんまメーカー出してないんで、はい、個人的には全然ありかなと思います。あ、これ来ないですね、意外と。なんかもっと来ると思ったら打ちに行ってなんで、あ、これは間に空間があるんでこうクッションみたいな感じになりますね。あ、これはエルボよりも来ないです、衝撃が。こっちの方が硬いとかはあんまないんですけど、でもガーンってこういう感じですね、吸収しますね。
だから全然来ないです。骨近いですけど。でラストですね。ラストは自分がもうほぼほぼ使ってないんですけど、これは同じくここにロゴがあるんですよ、真ん中に。なので、まあ、ぶっちゃけた話、このロゴがここにあったらもっとボルタっぽさが出ていいのかなと思います。なんかこれだとそのメーカーがないような感じに感じてしまうので、もうここ入れても全然いいんじゃないかなっていう感じですよね、エルボだったら。でこれはここでまず部品が分かれてて、マジック止めます。マジックここ止めて、全部で1、2、3、マジックが全部で3つあるという感じです。で大きさ的にはよくコンパクトなサイズのやつもあるんですけど、ちょっとこれは大きめっすね。大きめで、これは本当にサイズがぴったりぐらい、なんなら少し余るくらいなんで、エルボもこのぐらいちょっとフィット感を出してもいいのかなって思いました。フットは結構ピタッとしますね。で2箇所目がここまで締めるとかなりフィットするんで、走ってても邪魔にならないかなっていう。でラストがこの一番下、はい、こんな感じですね。で、まあ、ここ、この足首の動かした時の邪魔な感じはないかなっていう感じです。自打球って多分人生で2桁ないんですよ。10球もないですね。こっちから出していくバッターで、こう巻き込んだら自打球起きやすいんですけど、自分こっちからタイプなんで当たったことないんですよね、足に自打球。多分人生2球とか1球とかっすね。なんであんまり体験してないんですけど。素材は一番熱いですね、この全部の中で。全然来ないですけど、エルボー、手首、フットの一番熱さを感じます。これ自分当たったことないんで参考がないんですけど、あんまり。けどもあれば踏み込んでこう引っ張りに、強く引っ張りにいける、ちょっと強引に引っ張りにいけるっていうのは、あるのかもしれませんね。ちょっとこれはあまりフットを使ってこなかった人なんでという感じになります。というわけで今回紹介したボルタの商品、もし気になる方は概要欄からチェックしてみてください。今後オーダーも始まるのかもしれません。ガチに鬼つかみ方が売りたい、2年後に独立なんて難しい、たださようで帰りを待ち続けるイブちゃんのために、もう逃げ道なんてないぜ。 No 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 my life No no noそして今月のプレゼント企画、ゴリスポが片付けした Z のピッチャー用グローブ軟式用でございます。こんな感じでね、しっかりと片付けさせていただいております。チャンネル登録とコメントで応募完了となりますので、ビシビシにコメントよろしくお願いします。ゴーマシー。